新潟神戸ひずみ集中帯のおおよその位置を示した図新潟神戸ひずみ集中帯は新潟神戸構造帯とも呼ばれ山形県庄内地方南部近海から新潟県、長野県北部、岐阜県、名古屋、滋賀県、名張付近を経て神戸に伸びる幅約 200km の即地学的な歪みの集中帯で領域の境界線は明瞭に定義されていない 1990年に国土地理院による三角三辺測量のデータの解析から指摘され、2000年に GPS を利用した電子機順点の観測網による測量データの解析により存在が確認された。いくつかの観測結果から微別速度が10倍くらい大きい領域が形成されている歪み集中体の直下の下部近くの電気伝導度が小さい地下には、 比較的柔らかい岩盤が存在していることなどが明らかになっている。この歪み集中体を日本海東園に伸びるプレート境界であるとする説と陸側プレートの内部変形集中体であるという二つの異なった考えがあり調査研究が進められているが結論は得られていない。プレート境界説はマントルを含めた地殻の運動モデルの分析では 否定的な観測結果が得られている。国土地理院では GPS を使ってこの地域の近くの変動量を2005年から2008年まで精密に調査した。その結果、新潟神戸構造体より西側の近くは東へ移動し、東側の近くは西へと移動していることが判明した。つまり、互いに押し込む圧力がかかっている逆断層を形成するような運動をしていて、 変動量は年間1から2センチメートルであった。この集中帯域では M6.0M7 以上の歴史的な地震が多く発生している。ありがとうございます。